写真が絵画を潰した？いやいや、そんなことないんです。西洋美術史を語ると古典美術と近代美術、ここの境めちゃめちゃ大きいんですね。その要因の一つがカメラの普及でした。絵なんて意味ないじゃん、写真の方が安いし簡単だよ。近代美術のアーティストたちはそれらを境にしてどんどん写実性をなくなっていったように思います。写真が絵画を潰した？そんな風に思うかもしれません。でも時代を遡ると実は写真が絵画を作ったかもしれません。はい、こんにちは、ラジです。今回のテーマは写真史ですね。まあ、私はこの美術のチャンネルをやっているんですけど、まあ、そこから見た写真の歴史を遡っていきたいと思います。今回の写真史、3つの柱で話していきます。1つは写真技術、アートとの関連、そして最後が社会との関係ですね。横軸に時代を入れましょう。最初はカメラの黎明期、そして産業化、普及していった頃、そしてデジタル化と大衆化です。この大きな括りをちょっとずつ整理していきながら写真史を見ていきましょう。紀元前4世紀、古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスは現在の写真につながる根幹の考えを残していました。それは光の考察。日食時に太陽の光線が茂った木の葉の隙間を通過することで地面に丸い太陽の形を像として投影させると。これってそのままピンホールカメラですよね。ピンホールカメラとは針穴のように小さい穴から光を入れて虚像を映し出す仕組みのことです。ピンホールカメラを使ったカメラオブスキュラは現在のカメラの原型とも言われています。さて、このカメラオブスキュラで見た虚像をそのまま壁画制作に活用した人物がいました。それが14世紀イタリアルネサンス最初の建築家とも呼ばれているフィリッポ・ブルネレスキです。彼のことを象徴しているある逸話があるんです。あのコロンブスの卵って知ってますよね。あのコロンブスの卵、いろんな説があって、実はブルネレスキが最初に言ったってされる説があるんです。コロンブスが言ったとされている15年前の話、ブルネレスキはサンタマリアデルフィローレ大聖堂、これのキュポーラと呼ばれるドーム型の屋根の部分、あそこを制作するコンペに参加していました。多くの建築家が参加する中で審査員は模型を作るよう依頼したんです。その時の逸話がこちら。この卵を平らな大理石の上にまっすぐ立てられる人物が現れたなら、こたびの設計も難なくこなせるだろう。それができるかどうか、この設計を建築できるほどの知性を持ち合わせているか、卵を使い証明できる者はいるか。そこで大勢の職人たちが卵を直立させようと試みましたが、誰もできませんでした。誰もが降参した時、フィリッポは優雅に卵を受け取って片隅を大理石に打ち付け、見事に卵を立ててみせました。これを見た職人たちは怒るんです。自分たちにも同じことができると。ですがフィリップはこれを一生しました。これと同じように模型を見せた後なら誰でも建てられると言えるだろう。これそのままコロンブスの卵ですよね。彼は模型がなくても信頼されていたと、まあ、それぐらいねすごい建築家だったよということです。じゃあこのブルネレスキが何をしたかと言いますと、遠近法を発明した人なんです。遠近法というと西洋美術史を語る上では欠かせない要素になっていますが、カメラのような仕組みを使って虚像をそのまま写し取る。メディチ家の財産目録に彼が行った痕跡が残っています。これがなぜ発明と言えるか、ブルネレスキは穴から見える虚像を写しているということは視点が固定されるんです。カメラを通さないでナチュラルに透視図法をやろうとすると、首をねちょっとでもかしげたら焼失点って変わってしまいますよね。それを考えるとブルネレスキのやり方はとても機械的な方法で遠近透視図法を発明したんだと言えるのではないでしょうか。ブルネレスキのこの技術を直接伝授されて継承したのがマザッチョです。マザッチョの名作三位一体は後の芸術家が足しげく通って勉強した作品だと言われています。そういった意味でマザッチョというのはルネサンス絵画の創始者とも言われているんです。技術の誕生、アートとの関連を見てきました。社会との関わりはどういったものだったのでしょうか。
このルネサンス期は現実世界と絵画の世界、神話の世界ですね、ここの境目がどんどん曖昧になっていきます。マザッチョの楽園追放、この作品は実際の礼拝堂の光源を意識しながら光の方向を決定しているという作品です。またレオナルド・ダ・ヴィンチの名作最後の晩餐、サンタマリア・デッレ・グラチエ修道院の食堂に描かれたこの作品は光の方向とか部屋の感じ、まるでその食堂で食事をしているとイエス様と同じように食事をしている、そんな錯覚に陥るような、神を人々に信じさせる手法は時代や地域によって大きく変わっていくのですが、ことルネサンスにおいては人間味あふれる手法が取られており、写真の発展はそれを後押しするような形になったと思います。さてこのカメラオブスキュラ、一個だけ欠点があったんです。何だと思いますか？めちゃめちゃ暗いんです。こんなちっこい穴を通るだけの光しかないのでめちゃめちゃ暗いんです。穴を大きくしようと思うと部屋を大きくしなくちゃいけない。もうどん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 カメラオブスキュラは部屋が大きくなっていきました。それを解決したのがレンズだったんです。一気にちっちゃくなって明るくなって手持ちでもできるカメラオブスキュラというのが登場してきたんです。小型カメラを旅行先に持って行ってスケッチで使ったりなど大いに活躍していたみたいです。例えばカナレット、ベネツィアのグランドツアーでね活躍した芸術家ですけれども、彼の作品はカメラオブスキュラを活用した作品だと言われています。この写真とも見まごう写実性、また同じくフェルメールもカメラオブスキュラを使ったのではないかと言われています。ポアンティエと呼ばれる点鉄技法がところどころに見受けられるんですね。さてここまではまだまだ一部の人しか活用していませんでした。ここから大きく発展することになります。写真として物が残るようになったんです。写真として画像を定着するものが誕生していった。それが18世紀のことです。1725年、ドイツの薬学教授でもあったヨハン・ハイリッキ・ツェルツェの実験以降、光の化学作用によって黒く変色する感光の研究がなされます。虚像として今まで見てきたものを画像に定着させよう、そんな試みが研究者の中で現れました。一つ先駆的な事例を紹介します。イギリスの陶芸家であったジョサイア・ウェジウッドとその息子トーマス、陶器の絵付けをする際に新しい技法に取り組んでいった結果、ガラスに絵を描いたもの、硝酸銀溶液で浸した紙、絵が転写できるというのを1802年に発表しました。1810年代前半には石版印刷から発展したヘリオグラフィーが登場します。直訳すると太陽の絵、それにふさわしく太陽の光で自動的に版を作る方法です。1827年には現存する最古の写真画像が誕生しました。まだまだぼやけてるし実用的には見えない、まだまだ古い写真だなと思います。でもこっからあっという間に写真技術は発展していくんです。1844年に撮影されたこちらの写真、露光時間もとっても少なく鮮明に写し取ることができるようになりました。これこそがダゲレオタイプ、ルイ・ジャック・マン・デ・ダゲールの名前にちなんで作られた写真技法です。発表されたのは1839年、ダゲールが発表するや否や世界を席巻していきました。熱狂的なファンのことをダゲレオタイプ教なんていうふうに呼んでいたりもします。アップル信者みたいな感じなんですかね。19世紀半ばはまさに写真技術誕生の時代でした。主なところはダゲレオタイプとカロタイプ、2つの違いはこんな感じ。写真技術の歴史を詳しく知りたい人はここ一時停止で見てください。この技術によってどう社会が変化したのか、それが肖像ビジネスの誕生でした。肖像画って言われると聞きなじみがありますよね。肖像画というと昔は王族や貴族のようなトップの人たちしか絵を制作することができませんでしたが、17世紀になると世俗化が広まっていきます。集団肖像画っていうのが誕生してきましたよね。みんなでお金を持ち寄って1枚の絵を描いてもらう、それが写真に置き換わって爆発的に広がっていったんです。1840年初頭、パリやロンドンなど主要都市で肖像スタジオ、現在でいうと写真館のようなものかなが誕生していきます。
主な肖像写真家としてはジュリア・マーガレット・キャメロンなどがいます。ちなみにクールベ先輩がオルナンの埋葬を発表したのが1850年なんですよ。理想主義に対抗したレアリズムを展開していた芸術家ですよね。彼は絵を使って真実を突きつけようとしていったんです。なんだか私はどことなくつながりを感じてしまいました。さて、写真と社会のつながりを語る上でメディアの活躍は外せません。複製可能なカロタイプが普及すると写真の実用性は一気に増していきました。アメリカは18世紀頃から新聞がすごく普及していたんです。それが19世紀後半、写真を使った新聞が発表されました。ニューヨークデイリーグラフィック誌ではコンポソグラフ、写真コラージュと言っていいかな、写真コラージュを使って実際にあった事件を再現する、なんか考え方としては風刺画みたいな感じなんですかね。また雑誌ライフでは写真を印象的に活用したものも多く残っています。写真ウェルカムな社会に対してアートは混乱期に入ります。近代美術になっていくとより絵画は多様性を増していくようになりました。例えばみんな大好き印象派、瞬間の光を写し取るこの光に着目した絵画、また写真とは違う形で真実を明かそうとしたのがキュビズムでした。多視点方向でね、いろんな角度から見たものをギュッと一枚にまとめたのがキュビズムですよね。いろんな角度か。キュビズムに対抗するようにイタリアで登場したのが未来派です。この未来派、アートに動きをまた入れる。写真家の動向も見てきましょう。ピクトリアリズムというのがイギリスで盛んになりました。これは写真に絵画のような美的要素、写真にも審美眼を問おうというような動きでした。また写真をグラフィカルに配置したロシア構成主義、後のね、現在のデザイナーにも大きく影響を与えたと思います。さらに第一次世界大戦後に登場したバウハウス。バウハウス自体は建築を中心にしたデザイン学校だったんですが、芸術学校か。建築を中心にした芸術学校だったのですが、写真にも着眼しているんですね。ここで教壇に立っていたのが写真家のモホリナジ。フォトグラムやフォトモンタージュなどのような技法を開発していきました。フォトモンタージュというとフォトコラージュなので、写真コラージュ。フォトグラムとはカメラを使わずに写真を作る技法です。暗室でね、直接写真を作るっていうやり方ですね。モホリナジはその後アメリカに亡命していって、アメリカでニューバウハウスを作る。ニューバウハウスの開校に参加しているので、モホリナジの写真の先駆的な前衛的な表現っていうのはアメリカに継承されるようになっていきました。さて、20世紀の肖像写真、これは人々にある思想をもたらしました。何だと思いますか？映えの意識です。立派なあごひげが印象的な元アメリカの大統領リンカン、右手を懐に忍ばせた坂本龍馬、アドルフ・ヒトラーに関しては専属の写真家を雇っていました。彼はかなり自分の写り方を研究していたと言われています。世界中の人々が同じ視覚イメージを共有することで、本人を離れて写真のイメージが一人歩きする現象も登場してきました。さて、そんな時代日本ではどうだったでしょう。1920年代から報道写真、報道写真家という言葉が誕生していきます。世界的な報道写真といえば、全盛期を迎えたのは戦争報道です。一般の人々はこの戦争報道により戦地の凄惨な実態を目の当たりにしたのだと思います。この時活躍した写真家でいうと、戦争写真家であるロバート・キャパ、国際写真家集団マグナムフォトの創始者の一人でもあります。報道写真の元々の目的は客観的な目線を人々に伝える、世界中に伝えるものだったと思います。しかし、たくさんの報道写真が出回った頃、それを否定する声も出てきました。マグナムフォトの候補生でもあったピーター・ファン・アットマール、彼がタイム誌に載せた見解が印象的です。写真が伝える真実とは結局のところ個人的な真実でしかない、客観的な視点だと思われていた写真も20世紀にはその概念が崩壊してしまいます。そこでまた上がってきたのがドキュメンタリー写真家と呼ばれている人たちですね。彼らの個人的な真実を写し取った写真にはとてもドラマがあります。
また社会に対するメッセージが強く込められた写真も残っています。シンディ・シャーマン、セルフポートレートで知られている女性の写真家で、とってもコンセプチュアルな写真をたくさん展開しています。どこかで見かけたような B 級映画の女優みたいな人たちにどんどん七変化していく彼女の写真、現実とフィクションがいよいよ曖昧に表現されてきました。さて、時代は飛んで1990年代になると、写真が投資対象と見られるようになってくるんです。1990年代というとフィルムカメラの全盛期でもあります。市場が写真にアート性を本格的に意識し出す頃でした。とはいえ、アート市場に登場する写真のほとんどはこの時はモノクロです。カラー写真といえばね、ウィリアム・エグルストンという写真家がいます。1960年代に活躍したカラー写真の先駆者と呼ばれている写真家です。とはいえ、まだまだ色の調整が難しいっていうことと、カラー写真はファッションとか広告とかそういうところに使うでしょっていう意識が強かったようです。さて、いよいよ写真史における大革命の時代が起こりました。それがデジタル化と大衆化です。1986年、キャノンが電子スチルカメラを発表しました。また映るんです。1995年、プリクラが登場。1998年、チェキ。2000年にジェイフォンが発売した携帯電話。これと一緒に歌われたコピーがシャメール。2002年、セルフィーという言葉が初めて報道された。さらには2004年の Facebook、 2005年の YouTube の登場によって、一般の人たちが撮った写真や動画を気軽に公開できる場所が誕生しました。その間、デジタル写真の技術もどんどん飛躍していって、あっという間に写真がデジタル化していきます。写真の大衆化とは、撮影のハードルがなくなったこと、公開のハードルがなくなったこと、そして被写体も撮影者も公開者も全部一人で行うセルフプロデュースができるようになったこと。現在ではプロとアマチュアの境目がどんどん曖昧になっていって、撮りたい人と撮られたい人があふれかえっている。一方で、写真美術というと現在では現代アートの大きな渦の中にいると私は思います。近代美術まではアートって言っても、油絵、彫刻、建築のしっかりと区別ができるようになっていました。ですが、現代アート、まあコンテンポラリーアートっていうと、そこの境目がどんどんなくなっていって、メディウムにとらわれず、どんどん新しい表現ができるようになっていったなと思います。現代写真を見てみるとね、まあ写真なのか彫刻なのか絵画なのかよくわからないですっていうのがたくさん出てきたかなと思います。現在の写真って私たちにとってとっても身近なものだし、現代写真もとっても自由なものに変化していると思います。ぜひね、皆さんの感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。こちらのチャンネル、アートの話をしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。